僕はこれまでね、たくさんの男性の恋愛の相談に乗ってきました。その時に、あなたは普段どんな自己投資、男磨きをしてますかって聞くと、多くの男の答えっていうのは、脱毛してます。朝、シャワーに入ってます。ランニングと散歩をしてます。恋愛系の YouTube を見て勉強してます。女性雑誌を見て勉強してます。って答える人がほとんどなんですけど、はっきり言わせてもらうと、それって自己投資でも男磨きでもないんだよね。みんな、自己投資してます。男磨きしてますって口では言うんだけど、じゃあ実際何してるんですかって聞くと、どの人間も生きていたら、ただ普通にする行動を答えてるわけ。だからこれは自己投資何してますかって聞かれて、あ、僕は毎朝歯磨いてますよと言ってるのと一緒。さすがにわかると思うけど、歯を磨くことを自己投資、男磨きだと思ってたら絶対にかっこよくならないよね。なぜなら基準が低すぎるから。この男磨きの基準が低いから 9.9 割の男はかっこよくないわけ。街を歩いてみてください。汚いハゲデブのおじさん、顔に覇気がないサラリーマン、20代なのに3、40代に見える青年、モテたくて服だけ買ってみたけど余計ダサくなっちゃった大学生、キモいオタク、弱そうなホストみたいなやつ、大体の日本人の男ってこれらのどこかに分類されるわけです。この人かっこいいなって人、オーラすごいなって人はほとんど街に歩いてないんです。なんでこんなことになってるかっていうと、基準が低いのもそうですし、やることをやってないからです。そもそも男磨きをしようという考えにも至らない人も多いですし、最初に言ったようなごく普通のことをこれは男磨きだと勘違いしてる人も多いわけです。これではね、女にモテるわけがありません。ちょっと女とたまたま関係を持ってたとしても、関係が継続するわけもありません。実際に日本人20代男性の童貞率は4割を超え、彼女がいない率は7割、そして夫婦の離婚率は 30% を超え、夫婦の3組に1組は離婚してるわけです。データにもはっきり日本の男の能力の低さが出ちゃってます。そしてカップルができないことで子供が生まれず、人口が老人ばかりになる少子高齢化は日本の社会問題になっています。給料が20年間変わらない中での物価上昇、大規模な円安、治安の悪化、この日本の衰退の大きな原因というのは、新たな子供が生まれない、若い世代が台頭しないという、シンプルに若い僕らがダメだからです。ちょっと話がそれましたが、今の日本の男たちっていうのは、国のせい、親のせい、環境のせい、元々の DNA のせいなど何かしらのせいにして今の現状を嘆くことしかせず、やることをやってないんです。だからこんなことになってるんです。日本の状況は置いといて、見方を変えれば 9.9 割の男はちゃんと男磨きをしてないので、しっかり本物の男磨きができればものすごい差になるわけですよ。特にこの動画を見てるあなたなんかはとんでもなくチャンスなわけですね。なぜなら僕の動画にたどり着いたことで恋愛の正しい貴重な情報をキャッチできるから。男なら誰しも女にモテたいとそう思ってるわけですけども、世の中の男は女からモテたいと思った時にレディーファーストをしよう、女には優しくしよう、特別なプレゼントをあげましょう、高学歴高収入を目指しましょう、身だしなみをしっかりしようみたいな、誰でも知ってるようなクソみたいなことを信じて今日も生きてるわけです。しかしあなたはこんなありきたりなことではなく、日本一恋愛の実績がある僕の本質をついた情報にこれからアクセスできるんです。これは正直偉い差になります。実際に僕もね、クソみたいな恋愛の常識を信じて恋活をしていた一人だったので分かります。とんでもない差になります。気づいた時には他の男は周回遅れです。ちなみに僕はもともと中高6年間男子校出身の、このクソブスの状態から男磨きをはじめ、数年でモデル、キャバ嬢、インスタグラマーなどの美女と付き合ったり、セフレになるぐらいまでに成長しました。顔だけ見てもこれだけ別人なので、僕がしてきた男磨きの効果の凄まじさは分かると思います。そして僕は恋取り大学の校長、恋愛講師として、これまで2000人以上の生徒に恋愛を指導してきて、本当に多くの人に成果を出させてきました。正直ね、生徒に彼女を作らせるのは当たり前で、単に彼女を作らせるだけではなく、付き合う女のランクを上げ、結婚して子供まで作り、幸せな家庭を築いた人は何人もいますし、童貞から何人も彼女やセフレを作り、一夫多妻みたいなコミュニティを作ってる人もいます。この実績を見て分かる通り、恋愛に関しては僕の右に出る人は日本にいません。これは断言できます。そんな僕が今日話すのは、最上級の男になるための男磨き5選、普通の男磨きではありません。最上級ハイクラスな男だけがやっている男磨きです。僕がこの動画で話す男磨きを知れば、それだけで上位 10% の男となり、他の男を蹴散らしてたくさんの女を自分に集中させることが可能になります。なのでしっかり最後まで聞き逃さずに見ていてください。まず最初の一つ目は筋トレです。筋トレ？もう聞き飽きたよ。他の YouTuber も言ってるよ。筋トレは分かったから他のことを教えてくれよと思いましたよね。ではここで質問ですが、あなたは週3回以上1回1時間の質の高い高強度トレーニングを毎週継続できていますか？あなたは大胸筋が厚く、腹筋もバキバキ、背中もでかくて誰が見てもかっこいい体をしてますか？女とセックスをした時に、こんな体の人初めてと言われたことがありますか？答えはノーだと思います。筋トレはした方がいいなんてことはみんな分かっていつつもやってない、継続できていない、正しくできていない人が9割なんです。逆にハイクラスな男で筋トレをやっていない男なんてガチでいません。筋トレをちゃんとやりきってないのにね、恋愛テクを教えてください、デートで何を話したらいいか分かりませんなどと上っ面のことを言ってるんですよね。だから恋愛で成果が出ないなんてことになるんです。恋愛の本質というのは自分を磨くことにありますから。なんでこうなってるかっていうと、筋トレをすることによってのメリット、筋トレをしないことによってのデメリットをちゃんと分かってないからです。筋トレをしないことの重大さを分かってないんですね。一般ピーポーの気持ちっていうのは、はいはい筋
トレね、やった方がいいよね程度にしか思ってないんですよね。逆に僕は筋トレはやらないとやばい、どれだけ忙しくても筋トレの時間だけは必ず取らなくてはいけない、どれだけその日やる気が出なくても筋トレだけは必ずやると、それぐらい筋トレを男としてというか人生において重要なことだと考えているからやってるんです。これは僕だけではありません。世の中の成功者を見てください。本田圭佑、ローランド、ガクト、ヤマピ、松本人志、ドビン・ジョンソン、イーロン・マスク、挙げたらキリがありません。なぜ僕らよりも確実に忙しい、そして1分1時間あたりの価値が一般人より桁違いに高い、これだけの成功者たちがこぞって筋トレをするのでしょうか。ただ彼らは筋トレが好きなだけなのでしょうか。肉体的に疲労する、筋トレをする時間なんてわざわざ取らずにその時間仕事をしてた方が成功に近づき、もっとお金を稼げるんじゃないんでしょうか。彼らは筋トレによって得られるメリットが自分の人生の中で非常に価値が高いことを分かっているから、わざわざ時間を取りきつい筋トレをしてるわけです。正直この時点で筋トレに関して議論の余地はないわけですよ。僕たちよりも何倍も頭が良く、容姿も良く、お金も稼ぎ、女にモテてる人たちがわざわざ時間と労力を割いて毎日毎日筋トレをしてるわけですから、その時点でやった方がいいというより、やらないとやばいっていうのが結論です。なぜ成功者やモテる人はこぞって筋トレをするのか、成功している経営者や著名人はみんな筋トレをしているという話はよく聞く話ですよね。でもこれ違うんです。筋トレをしているから彼らは成功してるんです。筋トレを行うことによって自分の行動、意思をコントロールすべを学ぶから現実をコントロールすることができ成功してるわけです。だから成功者が筋トレをしているわけではなくて、筋トレをする習慣がある、もっと言うと自制できる習慣がある人が成功してるんです。人生がうまくいってる人、成果が出せる人が必ず持ってるもの、それは自制心です。自制心というのは自分の欲望や感情をコントロールする力という意味で、自分をコントロールできないやつが何か成果を出せるわけがありません。なぜならやりたいこと、成し遂げたいことがあっても自分の感情や気分に支配されていたら目標を達成するための行動が取れないからです。例えばね、彼女を作るためには痩せなくてはいけないとなった時には、当たり前に今までの食事を見直して今までやってなかった新たな運動を始めなくてはいけません。こんなことは誰でも小学生でもわかります。いろんなダイエット法が毎年毎年話題になりますけど、正直ねダイエットの方法なんてみんな昔からわかってるわけですよ。無駄に食わないで運動すれば痩せるんです。でもなぜ多くの人はダイエットを成功させることができないか、それは自分自身をコントロールできないからです。自己規律の習慣がない、自制心がないから、ダイエットをしなきゃいけないのにジャンクフードを食べたいという感情に襲われたらそのまま食べてしまいます。筋トレをしなきゃいけないのに疲れた、怠けたいという感情に襲われたらそのままソファーに寝転がって寝てしまいます。こんなことをやっていたらね、現実は何も変わらずデブのままなわけです。分かっちゃいるけどできないのが人間なわけです。ダイエットに限らず、恋活をして彼女を作りたい、かっこよくなって美女とセックスしたい、仕事で成果を出してお金を稼ぎたい、勉強して英語を習得したい、人間の全ての叶えたい欲望というのは自分の感情、行動をコントロールし続けなければ叶いません。逆に自制して自分の行動をコントロールすることができれば、いくらでも現実を自分の好きなようにコントロールできるわけです。僕であれば数年前までもともと不細工でガリガリでコミュ障で貧乏、男として最下層にいたわけですけど、僕は筋トレをはじめある能力を手に入れたことによってここまで来ました。それは自制心です。自分の行動をコントロールする術を学びました。めんどくさくても眠くても台風の日でもジムに行き筋トレをしました。ストレスが溜まってカロリーが高いものを食べたくなってもお菓子、ジャンクフードは食べませんでした。そしてそのおかげで徐々に筋肉がついてきました。ある日鏡を見るとガリガリの自分ではなくマッチョな自分がそこにいます。ここで僕はこう思ったんです。なんだ、自分の行動をコントロールできればいくらでも自分がなりたいように現実をコントロールできるじゃないかと、そう思ったんです。この筋トレから得た成功体験によって僕は恋愛、仕事も自分がなりたいように現実をコントロールしてきました。恥ずかしいし辛いけどコミュ力と出会いを手に入れるためにナンパを始めました。痛いしお金がかかるけどイケメンになるために整形をしました。お金がかかるけど恋愛、ビジネスについて学ぶためにたくさんの教材やコンサルを購入しました。そしてやるべきことを整理して毎日朝早く起きて自分のやるべきことに取り組みました。その結果どうでしょう、僕はイケメンになりマッチョになって美人といつでもセックスできる生活を手に入れました。僕の仕事である YouTube が伸び、お金を稼げるようになりました。筋トレで得た自制心で恋愛も仕事も成功させていったんです。この通り筋トレをしているから人間は自分を律することを学び成果を出せるんです。他の人はね、俺になんかできるわけがないとそう考えているのに対して、成功する人は現実はいくらでも自分の思い通りになると考えて普段から過ごしているので、そりゃ成果にものすごい差が出ますよね。筋トレで成果を出した人っていうのは自分に対しての信頼がとんでもなくあるんですよ。だから筋トレの話をした時に、モテるために筋肉なんて必要ない、マッチョは女受けが悪いなんてことを言ってるのはどれだけバカバカしいことかわかりますよね。女に筋肉を見せるためにただ筋トレをしてるわけではないのですから、筋トレをして自己規律、自制心を手に入れることでどの分野でも成果を出すことができるのは分かったと思います。そして筋トレをすることによって直接的な体へのメリットとしては、精神、外見、頭の良さ、健康、睡眠の質、これら全てのパフォーマンスが上がります。まず精神の向上について、そもそも筋トレと精神って関係あるの？と大半の方は思ってるでしょう。ですが実際に筋トレと精神は密接な関係にあります。これはどういうことかというと、筋トレをすることによって科学的に用意されている様々なホルモンが分泌されるからです。そのホルモンの中で最も有名なのがテストステロン。このテストステロンの効果として挙げられるのは、活力が湧く、やる気がアップする、集中力、
記憶力が増す、リーダーシップが取れる、シンプルに女にモテるなどがあります。その他のホルモンとしてはセロトニンという精神を落ち着かせてくれたりリラックス効果のあるホルモン、ドーパミンやノルアドレナインといった高揚感や興奮、幸福、快楽、頭の中のガソリンとなるホルモン、ベータエンドロフィンというドーパミンの働きを20倍に高めてくれる脳内麻薬と呼ばれるホルモン、これらの様々なホルモンが分泌されます。つまり筋トレをすることによって物理的に頭の中がいいホルモンだらけになって精神が向上するというわけですね。マッチョがポジティブで明るい人が多いイメージなのはこのためです。中山筋肉とか春日とかからネガティブなオーラを感じませんよね。そういうことです。いちいちストレスをためネガティブなことを考えていたらやるべきことができませんから、こういった精神は非常に大事です。続いて筋トレをすることによって得られる外見のメリットについて。シンプルに筋肉がついてたくましくなる、脂肪がつきにくい体になる、ガリガリな人は増量が加速し、デブな人は減量が加速する、服が似合うようになる、肌の質感が良くなり実年齢より若く見られる、老化防止、アンチエイジング効果。筋トレをして筋肉がつきマッチョになればかっこよくなり、当たり前に女が好きな見た目になることができます。女は筋肉がある男が好きに決まってます。たまに女はマッチョが嫌いだみたいな話を聞きますが、それは筋肉がないやつの慰め、嫉妬でしかなくて、女は筋肉がある男に抱かれたらそれは興奮して濡れますし、その男とのセックスが楽しみで仕方なくなります。もう筋肉がある男としかセックスできなくなるレベルです。女からすると筋肉かけるセックスというのは依存性があるので、鍛え抜かれた体で抱くことで相手は自分のことを好きになります。続いて筋トレをすることによって得られる知能的なメリットについてお話します。集中力の向上、記憶力の向上、認知的判断力の向上、これらに大きく影響を与えてくれます。特に現代人は集中力が皆無なので、集中力が向上するということはそれだけでとてつもないメリットがあります。なぜなら仕事や勉強がはかどるからです。集中力が高ければ高いほど他者より優れた成果を出せるのは当たり前の話です。続いて健康面でのメリット、体力向上、基礎代謝の向上、腰痛や関節痛の改善、骨の健康指標の向上、死亡リスク 23% 減、癌による死亡リスク 30% 減、この他にも健康面に関しては挙げたらキリがないほどのメリットがあります。続いて睡眠の質の向上についてお話します。これはねめちゃくちゃ重要。そもそも健康というのは睡眠、運動、食事で形成されるわけですが、その中でも健康に最も重要だと言われているのは睡眠です。そして睡眠というと睡眠時間だけではなく睡眠の質というのも重要になります。そしてその睡眠の質は筋トレをすることによって向上すると研究で明らかになっています。なぜ筋トレをすると睡眠の質が向上するかっていうと、その理由は睡眠中の体温が上昇するから、睡眠時の心拍数が低下するから、精神が向上することで不安が解消されるから、このような理由で筋トレは睡眠の質向上に影響しているわけです。そして睡眠の質が高まれば睡眠不足に起因するデメリット全てを解決することが可能になります。長々と話してきましたが、このように筋トレをすることでのメリットっていうのは挙げたらキリがありません。ここまで聞いてこれからも筋トレをしないという選択をあなたが取るのであれば、それはちょっとアホにも程がありますし、あなたを育ててきた日本のそもそもの教育を変えなくてはいけないという次元になります。なので必ずやってください。僕の仕事をね増やさないでくださいね。具体的なやり方に関してはこの動画の概要欄にある公式 LINE からシックスパックを実現する筋トレ法というのを期間限定無料プレゼントしますので、概要欄から公式 LINE を追加して受け取ってください。二つ目の男磨きは女とデートしまくるです。これまで恋愛経験がない男が恋活をして彼女を作ろうとなった時に、まずぶち当たるのは女とどうデートしたらいいかわからない、何を話したらいいかわからない、どうやって振る舞えばいいのか、緊張して目を見れない、テンパってしまってデートが失敗した、なんていう悩みにぶち当たります。これはね男ならば誰もが通る道です。僕も通りました。これらの悩みを解決しようってなった時にみんな何をするかっていうと、ネットとか本とかで情報を集め出すんですね。今あなたは何かしらの恋愛の悩みがあってこうして僕の動画を見てるわけです。これはとてももいいことですね。恋愛の正しい情報にアクセスするのも非常に重要なんですが、頭でどうすればいいんだとずっと家で動画を見て考えていても結局そのデートの悩みって解決されないし成果も出ないんですよね。なぜなら頭で考えるのと実際に女の前でちゃんと話して振る舞うっていうのは別次元の話だから。例えばサッカーで上手い選手の映像を見て、あ、こういう蹴り方でシュートを打てばいいのかと分かっていても、それを実際にグラウンドでやるのってめちゃくちゃ難しいわけじゃないですか。どれだけ頭でイメージできていても現場ではその通りにはできない。ちゃんと練習しないとできないのと同じで、デートでもこういうやり方でデートをすればいいのかって分かっていても実際にデートに行って女と話してお持ち帰りまで持っていくとなったら、それはまた別次元の話なんですね。何が言いたいかっていうと、とにかくグラウンドにボールを蹴りに行け、女とデートに行けってことです。女と実際にデートに行くとなったら、なんてメッセージをしてデートに誘うか、どうやって日程を決めるのか、服装はお店はどうするのか、どこで待ち合わせるのか、なんて挨拶するのか、お店に着いたらどうやってメニューを決めるのか、どうやって距離を縮めるのか、行為の伝え方は、告白の仕方は、どうやって手をつなぐ、ホテルまでどうやって向かうのか、なんて言ってホテル
テルに誘う、断られたら、お持ち帰りに成功したらどうやってセックスを始める、などなど、たった1回デートするだけでこれだけたくさんの課題が出てくるわけですね。逆に1回デートするだけでこれだけ学べることが多いわけです。恋愛で必要なスキルっていうのは、実際に女と話して告白をして、お持ち帰りの打診をしてということをやるのでしか獲得できません。なので男を磨きたいなら、とにかくデートに行けって話です。デートに行くことが大事っていうのは分かったと思うんですけど、ほとんどの男性、恋活を始めるとやってしまうのが、相手を選んでしまうことです。マッチングアプリでは自分好みの女にしかいいねせず、また写真も適当に撮ったものをプロフィールに載せてるので誰ともマッチしません。そしてマッチがある程度できるようになっても、自分好みの女としかデートに行かないので、そもそものデートの回数も少なく、成功体験を積めません。正直これでは何年経っても女を口説くスキルを獲得することはできません。なので恋愛初心者のうち、女を口説くスキルがないうちは、相手を選ばないで、性別が女であればとにかくデートに行ってください。ちなみに相手を選ばないというのは、自分好みでなくてもというのはもちろん、ブスでもデブでもおばさんでも、とにかくデートに行って相手を口説き落とし、セックスまで行くということです。これができないと恋愛スキル獲得は困難になります。なぜなら経験、成功体験を積めないからです。僕であれば24歳の時に50代のおばさんとデートに出かけて、口説いて、セックスまで行き、完全に惚れさせるところまでやってました。別に僕はね、熟女が好きだとかではないですし、タイプではないですよ。でも今までの人生で恋愛をしてこなかった分、経験、成功体験をどんどん積まないと恋愛スキルを獲得することができないというのは分かっていたので、あえて修行として、おばさんでもブスでもデブでも僕はデートに行ってめちゃくちゃ口説いてました。ブスやおばさん相手にも平気で振られるもんですから、自分は男としてこんなにレベルが低いのかと現実を突きつけられましたが、そのおかげでもっと自分を磨こうと努力するようになりましたし、あ、成功するときはこういう感じか、あ、女は惚れるとこういう態度を取ってくるのかというのが分かるようになり、大きな自信になるんですよね。自分の好みでなくても、このように自分に惚れてる女が一人でもいるというのは、気持ちの余裕も全然違います。ちなみに本物の恋愛スキルを身につけるというのは、デートに行けば女を惚れさせることができ、そして長く関係を継続させることができるということです。ここまでできて女に困らない状態です。ただセックスまで行けるのが恋愛スキルではありません。最初にも言いましたが、出会って口説いて惚れさせて、セックスして付き合って、そして長く自分に女を惚れさせるには、たくさんの課題をクリアしなくてはいけないですから、家で何もせず、ただ彼女が欲しいなって、どうやってやればいいんだと思ってるだけでは、一向に恋愛スキルは獲得できません。そして今のあなたは恋愛においての自信がないかと思いますが、成功体験を積むことでしか男としての自信を持つことができません。デートで失敗ばかり、素人の女を口説いてお持ち帰りまでしたことがないと、どうでしょうか。いくらデートしてもまた俺は振られるんじゃないか、どうせ振られると考えてしまい、恋愛において自分に自信を持つなんてできませんよね。あなたが恋愛に自信がない原因は経験不足だからです。逆に僕が自信があるのは、たくさんの経験があるからです。これが僕とあなたの違いなのです。元々の顔でも性格でもないんです。経験が桁違いに多い僕からすると、全てわかるんですよね。相手の女の行動、言動、表情一つで、あ、今相手はこう思ってるな、あ、今は引くべきだ、押すべきだというのが、今まで全て自分が経験したことの中から最適解を出せるので、慌てたり不安になったりしないんですよね。その自信に溢れる姿が、相手の女からすると余裕があるように見えて、魅力的に思われるんですね。こういう仕組みなんです。この仕組みを理解したら、あなたが今すべきことというのは、ただ YouTube を見て勉強することではないというのは分かりますよね。この動画を見たら、この後すぐにでも誰でもいいので女とデートに行くべきなんです。そして失敗してもいいんです。失敗するから学べるし、改善しようという気持ちになるんです。なのでとにかく女とデートに行ってください。3つ目の男磨きはファッションです。あなたがハイクラス、最上級の男になるためには、とにかく他の男とは違うオーラをまとわなくてはいけません。ハイクラスなモテる男のセンターピンは、他の男とは違うというところです。なのでファッションも他の男よりこだわらなくてはいけません。パンピーが服を選ぶときっていうのは、なるべく目立たない服を選ぼう、シンプルな服を着ようと、とにかく他の人と比べて浮かないようにと考えるんですね。この考え方の時点で間違っています。あなたがハイクラスな男になりたいなら、なんなら浮かないといけないんですよね。もちろんいい意味でですけど、日本人は同調圧力が強く、とにかく浮かないように、目立たないようにと教育を受け、デートではどの男も同じようなことを話し、同じようなアクションを起こし、同じようなファッションをしてるんです。女からしたら、どこにでもいる普通の男っていうのは魅力的に思わないわけですね。そりゃそうですよね。ポケモンをやってて、ポッポとかコイキングが喉から手が出るほど欲しいという風にはなりませんよね。世の中の大半の男っていうのは、ポケモンで言ったらみんなどこにでもいるポッポなわけです。ポケモンをやってるなら、レアなミュウツーとかカイオーガとかをみんな捕まえたいわけですね。それと一緒で、こんな男はレアだ、この男は他の人とは違うと女から思われるから魅力的なのであり、この人を手に入れたいと思われるんです。だからあなたが最上級の男になりたいなら、ファッションでも誰でも着てるような服、誰でも着こなせる安牌なアイテムを着用すべきではないんです。とは言っても、ファッションというのは非常に難しくてですね、人とは違う服を着ようということで、あなたのセンスで服を選んだら、間違いなく逆に痛いファッションになります。なので自分のファッションセンスというのを磨いていく必要があります。どうやってファッションセンスを磨いていくかというと、自分の体型や顔の系統が似ているおしゃれな人を見つけてパクることです。ちゃんとパクることができればおしゃれになります。ポイントを
は自分の体型と顔の系統が近い人をパクるということです。例えば雑誌なんかを見ててこの人おしゃれだってことでモデルの服をマネキン買いしたとしても、モデルっていうのは大体高身長でスラッとしていて小顔ですから、そんな人のファッションをパクってあなたが着ても間違いなく似合いません。なぜなら顔の系統もスタイルも全然違うからです。なので自分に似た身長、スタイル、顔の系統などが似ているおしゃれな人を見つけて、その人が着てる服をパクるっていうのが一番最短でおしゃれになります。大前提なんですが、デブな人、ガリガリすぎる人はどんな服を着てもおしゃれじゃなくなるので、まず体型を改善してください。話はそこからです。どうやって自分に似た体型のおしゃれな人を探すかっていうと、 Pinterest とインスタというアプリを使います。この2つのアプリをインストールしてメンズファッションと検索をかけると、ずらーっとメンズファッションの写真が出てきます。その中で自分に似た身長、体型の人を選び、その人がしてるファッションをそのままパクります。ここでのポイントが丸パクリすることです。例えば靴だけは今持ってるこれで代用すればいいやとか、ジャケットは似てるこれを使えばいいやとかではダメです。ファッションは一つでもかけたらおしゃれじゃなくなるので、その意識では間違いなくダサくなります。なので色も形も、できればブランドも自分がモデリングした人と同じものを購入してきてください。これがめちゃめちゃ大事です。では実際にPinterestとインスタを使ってモデリングする人を見つけていきたいと思います。これパソコン版のねPinterestなんですけども、こんな感じで写真がいっぱい出てきます。スマホでもねPinterestあるんで、それぜひインストールして見てみてください。こんな感じ画像出てきます。もしあなたがね春どういうファッションをすればいいんだろうってなった時に、例えばメンズ春コーデみたいな感じで喋ると、そうするとこんな感じでバーっといっぱいアイデアが出てきます。で、この中で身長とかね体型とか自分にもできそうなものを探していく。あ、これおしゃれだなみたいな、あ、こういうのおしゃれだなみたいなね、あ、こういうパーカー着るとおしゃれなんだなみたいな、ちょっと大きめのパーカー着てみたいな、あ、こんな感じのコーデかみたいなね。こんな感じで一回押すと似てるものが出てくるんですよね、関連したものが。そうすることによってどん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 アイデアが膨らんでいくという感じです。こんな感じで見つけるという感じです。ここまで説明してきたんですが、自分でファッションセンスを高めるというのは1日2日でできるようなものではありません。いろんな写真を見て、いろんな服を購入して失敗して、流行りに合わせてまた購入してといった感じで、かなり時間がかかりますし大変です。そこで僕がおすすめしているのがスーツとジャケットのセットアップです。なぜならスーツとジャケットのセットアップならどんな体型、顔の系統の人でも似合い、着こなしが簡単だからです。これだけ誰にでも似合う万能な服はありませんし、決まったジャケットとパンツとシャツを着るだけなので楽ですし、サイズを合わせてちゃんと着こなせばハイクラスな男に見えます。そしてスーツやジャケットのセットアップを着ると何がいいかって、着るだけで周りの評価、自分の意識が変わることです。ピカピカのスーツを着て髪をセットしたら自然と背筋が伸びますし、その格好でマックや立ち食いそば屋に行こうとは思いませんよね。また周りの人は自分のことを、あ、この人はしっかりした人なんだなと、そう思うようになります。服装一つで自分を律することができるんですよね。自分が楽だからという理由でだらしないダサい格好をするのは、気づかないうちに自分の意識、自分の格好を下げています。だからちゃんとスーツとセットアップを作って普段から着るべきなんです。ちなみに女は男のスーツ姿、ジャケット姿が大好きですからね。女で男のスーツ姿が嫌いという人は見たことがありません。このチャンネルでは1万回くらい言ってますが、まず最初はスーツとジャケットのセットアップを購入してください。スーツとジャケットのセットアップを購入するときの一番大事なポイントは、色でもブランドでもありません。一番大事なポイントはサイズ感です。これが全てです。サイズ感さえちゃんと合ってれば誰でもクールで爽やかな印象になります。こちらの画像をご覧ください。サイズ感が違うだけで全く印象が違いますよね。それぐらいサイズ感が重要なんです。人によってウエスト、手の長さ、足の長さ、胸板の厚さなど全てが違うので、できればフルオーダーのものを購入してください。フルオーダーは文字通りあなたの体に全て合わせたものなので、着るだけで女受けがいいおしゃれな印象になります。なのでスーツの仕立て屋さんでフルオーダーメイドのセットアップ、スーツを作ってください。おすすめのねスーツの仕立て屋さんはグローバルスタイルさんとパブリック東京さんです。全国の都市にあるので、こちらのお店に足を運び作ってください。セットアップの着こなしとしてはこんな感じやこんな感じやこんな感じ。もしお金がなくてフルオーダーメイドのセットアップが作れないって人は、ユニクロやザラでもセットアップが売ってるので、それで OK です。ユニクロの感動ジャケット、ユナイテッドアローズの360度マスターのセットアップ、こちらを買うようにしてください。とにかくファッションで大事なのは自分のセンスに頼らないこと、サイズ感をしっかり合わせること、シワや匂いがないことですので、ここまで僕が話したことを意識してファッションのレベルも上げていってください。男磨き3つ目はお金を稼ぐです。お金っていうと目を背けたくなるテーマですが、あなたがハイクラスな男になりたいならここから目を背けてはいけません。ちなみに勘違いしてる人が多いんですが、別にお金持ちはモテません。なんとなく世の中の常識で女はお金持ちが好きという印象がありますけども、それっていうのは嘘で、お金持ちなだけではモテません。もちろんお金を持っていることで寄ってくる女もいますが、それはお金に引き寄せられてるだけで、お金を渡さなくなる、もしくはお金がなくなればすぐ離れていきます。こんなのはね恋愛ではありません。女を金で買って一緒にいてもらうなんて風俗と一緒です。
そしてとにかく金がある、資産がある順にモテるんだったら孫正義とか楽天の三木谷さんとかが日本で一番モテてるということになります。でも現実はそうではないわけです。別に女からしたら資産がどれくらいあるのか、貯金がいくらあるのか、年収がいくらあるかっていうのはただの数字で、メスの本能には大して響かないんです。だから別にいくらお金を持ってるかっていう数字は全く関係ありません。ではなぜ僕が男は金を稼がないといけないと言ってるかっていうと、そのお金を使って金では手に入らない価値が高いものを手に入れるためです。どういうことかっていうと、例えばブランド本なんかはお金さえあればお店に行って料金を支払って簡単にすぐその場で商品が手に入りますが、筋肉バキバキな体っていうのはお金をどれだけ払っても簡単にすぐに手に入れることはできません。高級車はお金さえあれば簡単にすぐに手に入りますが、イケてる見た目っていうのはお金がどれだけあっても簡単にすぐに手に入りません。高級なマンション家とかっていうのも金さえあればすぐにでも手に入りますが、女を沼らせる恋愛スキルっていうのはお金があっても手に入りません。筋肉とかイケてる見た目とか恋愛スキルとかっていうのは多くの労力と時間をかけて努力を重ねてやっと手に入れることができる能力だから非常に価値が高く、故に筋肉がある男、イケてる見た目をしてる男、恋愛スキルがある男は希少なので女からモテるんです。金持ちがね10億払っても筋肉や若々しいイケてる見た目っていうのは手に入らないわけですね。ただお金があればあるほど筋肉とかイケてる見た目とか恋愛スキルとかっていうのは最短で効率よく、そして多く手に入れることができるんですね。例えばあなたが腹筋バキバキのマッチョになると決意したとしましょう。その時にあなたにもしお金があればすぐにジムに契約してプロのパーソナルトレーナーをつけて質の高い食材を買って最短効率でマッチョな体を手に入れることができるわけですね。逆にあなたにお金がなければ器具が揃ったジムにも行けず、筋トレのやり方もわからないし、質の低い食材しか揃えられないので必然的に超遠回りをすることになるんです。これでは何年後にマッチョになれるかわかりません。またあなたがイケメンになりたいとそう思った時にもしお金があればすぐに高級な美容室を予約することができ、必要であれば整形美容治療だってすることができます。逆に金がなければ1000円カットしかいけないのでブスのままです。あなたが恋愛をマスターしたいと思った時にもしあなたにお金があればすぐに恋愛のプロのコンサルを受けアドバイスをもらうことができ、恋愛の悩みを最短で解決できます。逆に金がなければ一生恋愛で悩み続けます。お金を稼いでそのお金を投資することができればお金では買えない価値が高いものを効率的に早く手に入れることができるんです。お金を使ってお金では手に入らないものを効率的に獲得していくというのはこういうことです。だからお金をたくさん稼いでも銀行口座に入れてるだけで自分に投資をしない人はもちろんモテないですし、逆に貯金額がゼロでも自分に投資しまくってる人は女からモテます。これが恋愛市場の真実です。例えば東京のキャバ嬢なんて毎日とんでもないお金持ちとお店で出会いまくってるわけですよ。キャバクラなんてお金がないといけないですから、女がただ金持ちが本当に好きなんだったら最高な環境ですよね。でも彼女たちが裏で付き合ったり実際にセックスしたりしてるのは店に来る金持ちではなく、お店には姿を現さない若いイケメンホストやイケイケなヤンキーとか恋愛スキルがあるただのサラリーマンだったりするわけです。この投資家は 2.5 億円もお気に入りのキャバ嬢に貢ぎ結婚の約束もしてましたが、裏ではこのキャバ嬢はこのイケイケなホストとセックスしまくり妊娠させられていました。このようにいくらお金があるかっていうのは実は関係ないんですよ。この真実っていうのを理解しなければいけません。恋愛に貯金の額、資産の額は関係ないんです。とは言ってもお金を稼ぐ力は必須です。なぜなら稼がないと自分に投資ができないからです。使えるお金が多い人の方ができる経験、できる自己投資の量も質も高いので成長の速度も速く大きく成長できて圧倒的に有利です。ではどうやってお金を稼ぐか、稼いだ方が有利なのは分かったけど、そもそもの稼ぎ方が分からないと思います。それはお金を稼げるものならとにかく手段を選ばず何でもやってください。なぜなら手段を選ばずにやることによって自分の適性とビジネスの仕組みを学べるからです。例えば僕だったら Uber Eats、 現場作業員、引っ越し業者、フルコミッションの営業マン、キャバクラの黒服、動画編集、 YouTube 運用など手当たり次第に時給が高い稼げると聞いたものは全部やりました。それを手当たり次第にやっていくと何が一番自分に合っていて何が一番効率よく稼げるかっていう最適解を導き出せるんですね。例えば僕の場合、手当たり次第稼げるものをやっていこうということで話題になっていた Uber Eats をやってみることにしました。するとこれチャリより原付の方が断然効率よく稼げるな、友達に月1万で原付を借りてやろうとなって、やっぱり原付でやってみたら稼げたな。だけど月に30万が限界だから時給が高い黒服と掛け持ちをしてダブルワークをしてみようとなり、あ、ダブルワークして月40万稼げた。でもこれじゃあ時間がないから意味ないな、もっとやったことが積み重なるような仕事をやった方がいいな、そういえば人前に出るのは好きだから YouTube やってみようかなとなって YouTube やフルコミッションの営業、動画編集の仕事を始めました。そんな感じで手当たり次第にやりまくって何が一番効率よく稼げるのか、自分は人より何が得意なのかっていうのが分かることで僕はどんどん収入を増やしていけたんですね。そして収入をどんどん増やしていけたことで自己投資をたくさんできるようになりました。パーソナルトレーニングに契約して整形をして美容治療をしてナンパ講習、マッチングアプリ講習、ファッションコンサルを受けてなど、とにかく自分に必要だと思ったものには投資しまくりました。その結果女にも金にも困らない人生を手に入れ、こうしてあなたの前に先生として立ってるわけですね。だからあなたが自己投資するためのお金を稼ぐのに何をすればいいかわからないのであれば手当たり次第やってください。こういうことを言うとたまにとは
言っても今の会社は一生懸命就活してやっと手に入れた内定で入った会社なので辞められないです。今の会社は副業禁止なんですなんてことを言う人がいるんですが、それは日本の社会に洗脳されてるためそういうことを思ってしまうんです。日本の教育では高卒や大卒で就職して入った会社に定年まで勤め上げることを素晴らしいとしていて、逆に転職しまくったり独立するのを良しとしない風習がありますよね。これは日本の会社が優秀な人材、優秀な会社の奴隷に転職されたり独立されたりしてしまうと会社の売り上げが落ちてしまう、イコール日本に納める税収が少なくなってしまうから、日本の社会は僕らに一度入った会社を簡単に辞めるなんてけしからん、会社を辞めるのはハイリスクです、副業なんてしたら会社を辞めさせます、独立しても9割はうまくいかない、という洗脳をかけて会社を辞めさせないようにしてるんです。別に会社を辞めたところでね、他にも条件がいい仕事なんて腐るほどあるし、独立するのは難しいというのは嘘で、ちゃんとやることをやれば簡単ですし、もし独立して失敗しても日本には生活保護制度がありますので、ホームレスになって無収入になることはありません。このような事実があるのにもかかわらず、全ての常識というのは日本の会社、日本の政府が得するように学校教育、テレビや新聞などのマスメディアを使って僕らを洗脳にかけてるんです。だから多くの人は低賃金、長時間労働のブラックな労働環境だとしても仕事をなかなか辞めることができず、やりたいことができないまま人生を終えていくんです。少し恋愛のテーマから話がそれましたが、あなたの人生がうまくいかない、変わらない根本の原因というのは実はこういったところにあるんです。なので仕事は辞めてはいけないとか、転職はいけないことだとか、独立は難しいとかっていうのは全て洗脳で社会からのトラップなので、それを理解して行動するようにしてください。洗脳にかかったまま女に困らない自由な人生を送ることは不可能です。とにかく今の人生を劇的に変えていきたいのであれば、なりふり構わずとにかくお金を稼がなくてはいけません。お金がないから行動できない、お金が理由で諦めるというのは男としてとても情けないことですからね。お金が今ないなら今より稼げるような行動をとってお金を集めるほかありません。お金がないのでと言い訳を言ってる人ほど無駄なとこにお金を使っていたり、やるべきことをやってないんです。自己投資に必要な金額くらいのお金であれば、はっきり言って健康の体一つさえあれば頭を使わなくても簡単に集められます。1000万円、1億円という額を集めるのだとさすがに少し工夫が必要ですが、自分を変えるための自己投資に必要な額って高くても数百万円なわけでしょ。正直数百万円も自分で集められないのであれば、恋愛をもう諦めた方がいいですよ。あなたがそれぐらいの覚悟だということですから、こんな人生はもう本当にごめんだと、それぐらいの覚悟だったのでニートから200万円ほど貯めて、それを全て自己投資に当てました。わかりますか？こういう理想な人生を手に入れたいと思った時に、でもお金がない、でも時間がないなんて言ってしまうのは、行動しない自分を正当化するためのただの言い訳なんですよ。ずっと言ってればいいですよ、でもお金が、時間があって、そうやってすぐ人生なんて終わってきますから。絶対にこうなりたいというのがあって、でも今はお金がない、 OK、 ではどうやってお金を集めようか。まず無駄な出費を減らして高い時給で働く必要があるな、仕事が忙しくて今は時間がない、 OK、 ではどうやって時間を作ろうか。今の生活で削れる無駄な時間はないだろうか、もっと効率的に稼げる仕事に就いた方がいいんじゃないかと、こういう風に壁に当たった時にどうすればできるのかという思考にならなければいけません。別に今お金がないことは問題じゃないんですよ。昔は僕もお金がありませんでしたから。でもあなたに現状を本当に変えたいという意思があるか、覚悟があるか、これが重要なんです。覚悟さえあれば別にお金なんて大した問題じゃないことがわかります。自分を劇的に変えてハイクラスな男になっていくためには必ずお金の力が必要ですから、お金は稼いでください。5つ目の男磨きは美容治療、美容整形です。ハイクラスな男になるためにはもちろん外見もハイクラスにしなくてはいけません。なぜならこの人間社会では見た目がいい方が全てにおいて得だからです。恋愛でもあなたがイケメンであれば初対面でも女はあなたに簡単に好意を抱きますし、仕事でもあなたがイケメンであれば営業で仕事が取れる可能性が上がります。非常にシンプルな話なんです。なのであなたは見た目をできる限り良くするべきです。どうやって見た目をハイクラスに変えていくかっていうと、お金をかけて美容整形や美容治療をすることで外見をハイクラスにしていきます。この美容整形と美容治療をすることによってハイクラスな見た目を手に入れることができ、恋愛を有利に進めていくことができます。今から僕が実際に水煮を切ってやってきた見た目を劇的に変える超具体的な方法を教えます。ここからの内容というのは正直男で知ってる人はほとんどいないと思います。なぜなら実際に大金を支払い水煮を切って整形や美容治療をしてる男っていうのは全体の 1% にも満たないからです。実際に僕はもともとこの壊滅的なブスな状態から美容整形、美容治療をすることによってイケメンになることができました。実績としては十分かと思います。では早速1000万円超自己投資してきて美容整形、美容治療の中で一番効果があったものから順に上げていきます。二重整形、クマ取り、歯列矯正、ホワイトニング、眉アート、眉毛サロン、エラボトックス、鼻の整形、顔周りの脱毛、カッコジェントルマックスプロ、ポテンザです。他にも世の中にはいろんな種類の美容整形や美容治療があり、僕も実際にやってきましたが、大きい効果があるのはこの8つです。これは断言できます。あなたに必要なものをこの8つの中から選んでやってください。この美容整形や美容治療をするときに重要なのが優先順位です。これを間違
えるとかっこよくなりませんし、恋愛で成果が出ません。例えばあなたの歯がガタガタで真っ黄色で、そこが一番あなたの顔のバランスを崩してるんだとしたら、そこを最優先で時間とお金をかけて改善すべきです。にもかかわらず広告なんかに騙されて、大してモテる効果なんてない足の脱毛や腕の脱毛なんかに何十万円もかけていたら、イケてる見た目は一向に手に入りません。あなたがモテない原因というのは足や腕の毛でもありません。また鼻整形をした方がいいのかということで、デブが鼻を高くしたところで女の反応は何も変わりません。デブな人はまずパーソナルトレーニングにお金と時間を投資すべきです。このようにどこが自分の顔のバランスを崩しているのか、どこを直せば最短で良くなるかっていうのをまず知ることがめちゃめちゃ大事なんです。どうやって自分の改善すべきところを見つけるかっていうと、僕のこういう動画を見て見た目に関しての知識をつけるのも大事なんですが、信頼できる他人からのアドバイスで知ることが一番早いです。なぜなら大半の人は自分のことを客観的に見てどこが悪いかに気づけないからです。僕もそうでしたけど、このような髪型顔で俺のどこがいけないのかな、全然いけてるじゃんなんて考えていました。今思えば明らかに昔の僕はブスで、今では自分の直すべきところを明確に分かるんですけど、当時の自分では客観的に自分のどこがいけないかって気づけないんですよね。なので僕は結果も出ないこともあって、恋愛のコンサルを受けることになり、師匠から見た目に関するアドバイスをもらいました。そこでツッチーは一重だから二重にした方がいいな、髪型もテンパでキモいから伸ばして縮毛矯正をかけた方がいい、あと歯もホワイトニングして眉毛もちゃんと眉毛サロンで整えて、まあ優先順位は低いけど鼻の整形もした方がいいな、みたいな感じでボロクソに言われて、やっとあ、自分はこんなに改善すべきところがあるんだと気づきました。ちょっとムカついたし傷つきはしたんですけど、このアドバイスのおかげで効果的に自己投資をすることができ、段違いに垢抜けすることができました。今となってははっきり師匠に言ってもらったことにめちゃくちゃ感謝してます。というのも大人になってね、自分の見た目に限らず自分に対して耳が痛い的確なアドバイスをしてくれる人ってほとんどいないんですよね。家族も友達も会社の同僚も美容師も服屋の店員も全員あなたに気を使って忖度しますし、本当のことなんて言ってくれないですからね。また美容外科の先生や美容外科のカウンセラーにアドバイスを求めても、彼らっていうのは売り上げを上げることを最優先に考えてますから、あなたに寄り添ったアドバイスなんてしてくれず、なんなら売り上げを上げるために余計な施術を追加されてかもられます。だから信頼できる他人からのアドバイスっていうのはめちゃめちゃ重要なんです。もし今あなたが自分のどこを変えたらいいかわからない場合は、そういうファッションコンサルとか恋愛コンサルとかっていうものをネットで調べてお金を払って受講するのをお勧めします。そうすることで自分の改善すべきところが分かり、最短最安でイケてる見た目を手に入れることができます。話を美容整形美容治療ノウハウに戻します。人によって直すべき顔の箇所は違うという話でしたが、顔の印象で与える影響が大きい、優先的に直すべき箇所っていうのは目と鼻です。目と鼻っていうのがイケメンかイケメンじゃないかを決めるほとんどの判断材料と言っても過言ではありません。有名なイケメン俳優やイケメンタレントの顔を思い出してください。例えば日本を代表するイケメンキムタク、キムタクは目が二重で大きく鼻筋が綺麗に通っています。他にもいいところはありますが、キムタクがイケメンと言われる理由はこの目と鼻が整っているから。また日本の女のほとんどが大好きな山下智久、通称ヤマピー、彼の顔っていうのもまた綺麗な二重の目、綺麗な鼻筋、高い鼻先で構成されてます。イケメンというのはこの目と鼻が他の人より整ってるからイケメンなんですね。目は人と会った時に一番見るところですし、鼻は顔の中心に位置していて一番目立つ場所にあるというのもあり、相手に与える影響が非常に大きいです。この目と鼻っていうのを美容整形によって良くしていくというのがイケメンになるための最短ルートなんですね。なのでこの目と鼻を良くする方法について話していきます。まずは目について。目っていうと自分は一重で目つきが悪くて目が細くて目がとにかく小さいのが悩みです、なんていう悩みを持った男性が非常に多いと思います。また逆に二重でもパッチリ二重すぎて目力が怖いと言われます。目が二重なせいで顔が濃いと言われる、なんていう悩みを持った男性もいると思います。目っていうのは一重のまぶたか二重のまぶたかで大きく印象が分かれるんですね。実際一重か二重どちらがいいのかという話ですが、結論二重がベストです。なんでかっていうと世の中のイケメンと言われるほとんどの男は二重ですし、女に受けがいいのもはっきり言って二重の目だからです。例えばさっきも話したキムタクやヤマピーも二重ですし、最近の女性に人気なイケメン俳優マッキンユー、横浜流星、山崎賢人、山田涼介、もうみんな二重です。イケメンってほとんどが二重なんですよ。もちろんね、綾野剛とか藤ヶ谷太輔なんていう一重のイケメンもいますが、それは少数派であって大多数のイケメンは二重です。これは紛れもない事実なわけ。またゼネラルリサーチという団体が調べた一重と二重の好感度の調査では、女からの印象がいいのは一重まぶた二重まぶたのどちらだと思いますかと質問したところ、実に8割以上の方が二重まぶただと答えました。実際に女に聞いても二重が圧倒的に人気なわけです。なのでもしあなたが今現在一重ならば、二重整形をして二重にした方がイケメンになる確率は圧倒的に上がるんですね。もちろんこれは自分の顔のバランスなどを見て自分の顔に二重が似合うかどうか見てから判断すべきですが、僕を含めほとんどの男は一重から二重にしてイケメンになりモテるようになったことを実感してます。僕ももともとがっつり一重で目つきが悪かったので、それがめちゃくちゃコンプレックスでした。やっぱり自分にコンプレックスがあると女性を目の前にしてもなかなか自信を持って話せないですし、実際イケメンと言われる人はみんな二重で目がパッチリしてるので生ま
まれつき二重の人は羨ましいなとそう思ってました。実際恋活もなかなかうまくいかない時に僕の恋愛の師匠に相談したところ、スッチーは二重にした方がいいよと言われて、速攻で美容外科での二重のオペの予約をしたんですよね。整形することで周りからの目とか手術のリスクとかそういうのは若干ね気になってはいたんですが、まあでもそんなことを言ってる場合ではないなということで手術に挑みました。正直そこからは世界がマジで変わりましたね。それまで誰からもイケメンなんて言われたことがなかったのに、デートする女のほとんどからツッチーくんってイケメン、ツッチーくんかっこいいよねみたいに言われるようになり、お持ち帰りや告白の成功率が爆上がりしました。それまでは男は中身だ、デートでの会話の中身が重要という風に思っていたんですが、二重整形をしてその効果に気づいてからは、恋愛は見た目が9割だな、見た目を磨けばモテが加速する、見た目が良くないと相手は自分の中身を知ろうとは思わないという考え方に変わりました。実際に見た目を整形で劇的に変えたことで身に染みて、見た目がどれだけ重要なのか、整形の費用対効果が大きいのかに気づいたんですよね。それだけ二重整形というのは人生を変えるほどのインパクトがありました。二重整形をするときに気をつけるポイントは、二重のデザインと手術法、手術をしてもらう先生です。まず二重のデザイン、これはマジで大事です。なぜならこのデザインによってまるで印象が変わるからです。二重まぶたは末広二重、平行二重の2種類に大きく分けられ、平行二重の中でさらに2種類に分かれます。それぞれに特徴があり、自分の目に合った二重まぶたにすることでイケメン度が増します。末広二重は目頭の部分の二重のラインが毛根ひだの中に収まり、目尻に向かうにつれて二重の幅が広くなるタイプを末広二重と言います。このような二重ですね、日本人に一番多い形の二重なので、日本人の顔にバランスよく馴染みやすい二重まぶたです。毛根ひだの外側から二重のラインが始まり、まつげのラインに沿って目尻まで平行に続いているタイプを平行二重と言います。このような二重ですね、欧米人に多く見られる二重の形で、ハーフのような派手な印象になります。二重整形は末広二重か平行二重にするかで印象が変わります。どちらのデザインにするべきかは人によって違うんですが、基本的には末広二重にすることをお勧めします。なぜなら多くの日本人は末広二重の方が自然な印象になり馴染みやすく、逆にパッチリ二重の平行二重は不自然になる可能性が高いからです。女の場合は平行二重でパッチリ二重にして派手めで可愛い目にしたりするんですが、男で幅の広いパッチリ二重にしてしまうとクールというよりかは可愛い印象になってしまったり、人によっては顔のバランスに合ってなく不自然になってしまうんですよね。そのため女に人気な平行型二重や幅広二重より末広型二重や奥二重のキリッとした目元が男に似合い、女受けがいいと言われてます。僕も実際何度か手術をして末広型の二重と平行型の二重どちらも経験しましたが、末広型の二重の方が自然な仕上がりになりイケメンになりました。人によっては平行型二重が似合う方ももちろんいるんですが、基本は二重の幅を取りすぎない末広二重にすることをお勧めします。また大事なのが手術法、埋没か切開かです。二重整形は埋没か切開の二つに分かれます。埋没法はまぶたに糸を入れて二重を作る手術法で、メリットとしては価格が安価でできるのと糸のかけ直しができるので、もし二重の幅が気に入らなければ後日手術をして幅を自由に変えることができますし、糸を取れば元の一重に戻ることができます。デメリットとしては1年から5年で二重が取れてしまう可能性があるのと、まぶたが薄い人は目を閉じると糸が見えてしまう可能性があることです。切開法は文字通りまぶたを切って二重を作る手法で、メリットとしては切開なので一度やってしまえば一生そのまま二重で入れること、デメリットとしては切開なのでその後埋没のように二重幅のやり直しが効かないのと、費用が少し高額になる点ですね。どちらもねメリットデメリットがあるわけですけど、僕が個人的にまずおすすめするのは埋没法です。なぜならうまくいかなかった場合、似合わなかった場合にかけ直しができるのと、価格が安いので気軽にできるからです。しょっぱなから二重切開をやってしまうのはやり直しができないのと、体への負担、費用が高額な面で正直リスクが大きいです。なので最初は手軽にできる二重の埋没手術をして、自分に二重が似合うのか、どのくらいの幅が似合うのかを知ってから、その後一生取れない二重切開をやるのがベストでしょう。美容外科のホームページを見ると大々手術の価格一覧が載っていて、二重手術の中でもいろんなコースがあります。大手湘南美容外科さんだったらフォーエバーなんちゃらとか、クイックコスメティックなんちゃらとか、いろいろあって迷うと思うんですけど、これらの違いは二重の糸を何点で止めるかの違いです。埋没手術の場合、まぶたの裏を糸で止めることによって二重を作るのですが、その時に2点止めか3点止めか、どのような縫い方でやるのかを決める必要があります。どのような止め方縫い方にするかは個人のまぶたによって違うので、実際に美容外科に行きカウンセリングを受けて決めましょう。二重整形の相場としては、埋没が5万円から30万円、切開が20万円から40万円ほどですね。価格の幅が割とあるんですが、安すぎるとサービス内容が不安ですし、逆に高ければいいってものでもありません。僕個人的には10万円から20万円のレンジの安すぎず高すぎない適正価格で病院で提案してもらい、二重の埋没手術をやるのがベストです。美容外科によってはカウンセリングの可愛いお姉さんがいろんなオプションをつけてきて価格を高額に釣り上げてくるので、
ちゃんと相場を知らないとかもられます。特に男は美容整形について何も分かってないことが多いので、可愛いカウンセラーにオプションを追加されたら断れません。なのでしっかりリサーチをして、このような事前知識をつけて病院に行くのがとても大事です。また重要なのは手術してもらう先生です。整形というのは手術してくれる先生に全てがかかっていると言っても過言ではありません。イケてる髪型にするには腕のいい美容師にカットしてもらうのが必須なのと一緒で、綺麗な二重にするには腕のいい先生に手術をしてもらう必要があります。どこの美容クリニックで手術をするかっていうかは、どの先生にやってもらうかっていうのがめちゃくちゃ重要なわけ。どうやって手術の腕のいい先生を探すかっていうと、 Google とインスタと Twitter などの SNS を使って探します。 Google であれば二重埋没東京、二重埋没メンズみたいな感じで検索をかけるとずらーっとおすすめのクリニックが出てきます。ただいっぱいありすぎてどこがいいのか正直わからないと思うので、インスタや Twitter などの SNS で実際の症例を見たり口コミを見ます。今の美容クリニックの先生というのはインスタに症例を載せて集客しているので、インスタで二重整形、二重埋没、二重整形メンズなどと調べると二重の症例の画像がずらっと出てきます。そこで出てくる症例が多い先生やメンズの二重整形を多くやってる先生を見つけてカウンセリングを受けて手術をするのがベストです。また Twitter で二重埋没、二重整形男などと調べるとリアルな口コミが載っているので非常に参考になります。 Google 検索で出てくる口コミっていうのは桜なども多くあり、あんまり信用できないので SNS でリアルな口コミを見るのが一番良いです。ちなみに都内でおすすめの先生は湘南美容外科の赤尾先生、湯沢祐介先生、東京八丁堀クリニック望月香菜先生、 X クリニックの後藤龍学先生です。都内の方はこちらの先生たちにお願いしましょう。また目元を良くする手術は他にもあって、目頭や目尻を切って目を大きく見せる目頭切開、目尻切開の手術、目の下にヒアルロン酸を注入して涙袋を形成する手術、疲れて見える目の下のたるみ、クマを取るクマ取りの手術などがあります。これらの手術をすることでより目元がかっこよくなる可能性があります。ただこちらもね、やればいいってものではないので、リサーチとカウンセリングを繰り返し自分の顔のバランス、コンプレックスに合わせてやっていく必要があります。この中でも全員にお勧めできるのがクマ取りの手術です。クマ取りや目の下のたるみやクマを切除する手術で、クマを取ることで印象を若々しくする効果があるんですが、これはめちゃめちゃ良いです。少しでもクマ、目の下のたるみが気になる人はやってください。目の下のクマやたるみがあると疲れて見えたり老けて見えたりするんですが、これを取ることで一気に若返ります。僕も以前は目の下のクマやたるみがひどくて年齢より老けて見られていたんですが、この手術をして一気に若返ることができました。こちらがビフォーアフターです。全然印象が違いますよね。他の人の例もこんな感じ。クマがある人はクマを取ることで10歳以上若返ると言われてますから、積極的にやるようにしましょう。目は二重整形、クマ取り、必要であれば目頭、目尻の切開、涙袋のヒアルロン酸注入などをするとかっこよくなるので、目にコンプレックスがある人はこれらをやってください。次は鼻。男が女の顔を評価するときは相手の目の大きさや輝きで可愛いかそうじゃないかを判断することが多いですが、女が男の顔を評価するときっていうのは相手の鼻を見てイケメンかそうじゃないかを判断します。なぜなら男らしさの象徴というのは鼻に出るからです。例えばこちらのイケメン俳優タレントたちの画像をご覧ください。彼らイケメンの共通点は何でしょうか。ちょっと考えてみてください。イケメンの共通点は鼻筋が綺麗で鼻が高く形が綺麗なことなんです。綾野剛とか小栗旬みたいな目が一重のイケメンもいれば、真剣佑とか山 P とかの目がパッチリ二重のイケメンもいるわけですけど、男のイケメンタレントにみんな共通しているのが鼻筋がしっかり通っていて鼻が高いことなんですね。鼻が低く鼻の形が汚いイケメンタレントはいません。イケメン芸能人はみんな大体鼻が綺麗です。女は顔のパーツの中で目が一番重要だと言われてますが、男の顔の重要なパーツは間違いなく鼻です。正直イケメン芸能人も美人女優もデビュー後二重整形や鼻整形をしてビジュアルを格段にレベルアップさせていることがほとんどです。あなたは知らないかもしれませんが、世の中のイケメン一般人も整形のノウハウを知ってるやつはガンガン整形して圧倒的なビジュアルを手にし、女も金も全て手に入れてます。ローランドなんかはその典型ですよね。なので今から話す鼻整形をして劇的に見た目を変えイケメンになっていきましょう。この鼻整形なんですが、人によって鼻の形は様々なので、それに合わせた様々な種類の手術があります。鼻筋にプロテーゼを入れて鼻筋を高く綺麗にする流鼻術、鼻先に軟骨を入れて鼻先を高くする鼻線形成、短い鼻を長くすることによって鼻を長くする鼻中隔延長、小鼻を小さくする小鼻縮小、わし鼻を直すわし鼻修正などがあって、これらの手術をすることによってあなたの鼻をより綺麗な形にすることができ、顔全体の印象をガラッと変えることができます。この鼻っていうのも客観的な目線、美的センスが必要で、自分の鼻っていうのはどのような形なのか、どこを直せば良くなるのか、どういう鼻が他人から見て美しいのかっていうのを把握しておかなければいけません。イケメンの鼻はとにかく鼻筋が通っていてラインがしっかりしています。鼻は高ければ高いほどイケメンだと思っている男性も多いんですけど、意外と高さよりも鼻筋がしっかり通っていることの方がイケメンに見えるためには重要なんです。直線は男性的、曲線は女性的な印象を与えるものなので、鼻筋が通っていない丸みのある鼻っていうのはどうしても男らしさに欠けセクシーではありません。そして鼻の高さはある程度高い方がやはり女からイケメンだと思ってもらえます。ただ欧米人のように高すぎる鼻だと日本人的には顔が濃いという印象で似合いませんし、また横に広がっていたり鼻ばかり
目立っているとどんなに高くてもイケメンだと思ってもらえません。そのため目や口のバランスも考えなくてはいけません。どんなに鼻の形が良くてもお手入れが行き届いておらず毛穴が黒ずんでいたりニキビのある鼻ではイケメンとは言えません。イケメンの鼻は毛穴がなくツルツルでつい触れたくなるような肌ツヤがあるんです。肌の綺麗さなんて男には対して重要ではないと思っている男も多いですが、女は自分が肌に気を使っている分男のことも厳しい目で見ています。飲食店など暗い照明の場所では気づかなくても昼間の自然光の下で汚い鼻を見られたら女は幻滅するんですね。こんなことでと思うかもしれませんが、こういうちっちゃいことが原因でデートが失敗することはよくあります。なので鼻の黒ずみなどにも気をつけなくてはいけません。ここまでイケメンのセクシーな理想的な鼻っていうのは鼻筋が通っていて鼻先がある程度高く鼻のサイズは顔のパーツに対して大きすぎない、そして黒ずみなどがなく肌ツヤがある鼻というのは分かったと思います。言葉で言ってもちょっと分かりにくいと思うので写真で見るとこんな感じやこんな感じ。あなたの顔のバランスなども考えなくてはいけませんが、だいたいこのような鼻を目指すのが理想的です。まずこの理想の鼻っていうのがあって、それに比べてあなたの鼻が少し大きすぎるのであれば小鼻縮小をする、鼻筋が綺麗に出てないのであれば鼻筋にプロテーゼを入れる、リュービーズをしたり、鼻自体の長さが短すぎるって人は鼻中隔延長の手術をするといった感じで自分がする手術を決めていくのがベストです。僕の場合であれば鼻筋はもともとあったんですが鼻先の高さがなかったのでそこを改善するために鼻線形成の軟骨移植という手術をしました。こちらがビフォーアフターです。鼻が綺麗になってめちゃくちゃイケメンになりました。これによってデートした女から鼻すごい綺麗だね、ツッチーくんの鼻の形好きと鼻自体を褒められるようになり、よりモテるようになりました。鼻整形も本当にやってよかったなと非常に満足します。なので鼻にコンプレックスがある人、鼻を綺麗にしてもっとイケメンになりたいという人は鼻の整形をやりましょう。そして鼻整形も二重整形同様センス、デザインが非常に重要です。インスタで鼻整形の症例をたくさん見たり Google 検索でいろんなイケメンの写真を見てどのような鼻の形がいいのかセンスを高めていきましょう。実際に手術をする際はしたい鼻の画像を美容外科の先生に見せてこんな感じにしたいですと提案するとどんな手術が必要なのかを教えてくれるので、したい鼻の写真を用意するのがベストです。おすすめの鼻の手術専門の先生は X クリニックの後藤龍学先生、湘南美容外科の本間先生です。こちらの先生に頼みましょう。ただそもそも元の鼻が今回話した理想の鼻と同じ形をしていて綺麗、また今の鼻でも十分に似合っているのであれば鼻整形を無理にやる必要は全くありません。優先順位も体型や髪型、ファッションなどと比べると低いので、まずは体型や髪型、ファッションを完璧にしてから鼻整形を検討するようにしてください。次は歯です。日本の男は歯が汚い人がマジで多いです。歯並びが悪くガタガタだったり歯が黄ばんでいたり歯垢が溜まっていて口臭がひどかったりという人がほとんどで、歯への美意識が恐ろしく低いです。実際大衆居酒屋なんかにいるサラリーマンの口元を意識してみると本当にひどいですからね。汚い歯並び、黄ばんだ歯、臭い口でいくら甘い言葉で口説かれても全く響きません。自分の清潔感、見た目の格を落としている最大の原因というのは口元、歯なんですね。欧米なんかでは歯に対する意識が非常に高く、有名人やお金持ち、ビジネスエリートほど歯をきれいに大事にするんですが、これはなぜかというと歯の綺麗さというのはそれだけそこにお金をかけられる金銭的な余裕があるよということ、教養があるという証だからです。欧米の人たちは日本人のように大人になってから歯並びを直すという概念はなく、子供が高校生になるまでには綺麗な歯並びにさせるのが当たり前なので、大人になって歯が汚いとこの人歯にかけるお金がなくて貧乏なのかな、親に歯並び直してもらってないから教養がないのかなとそう思われてしまうんです。だからお金持ちやモテるイケイケなビジネスエリートほど相手からそういう印象を持たれないように歯並びもよく歯も真っ白なわけです。なので歯は自分の育ちを見られる、その人の美意識が見られるので必ず綺麗にすべきです。いやいやそんな欧米なんかの話をされてもねと思うかもしれませんが、あなたが容姿のレベルが高い女を口説き落としてあんあん言わせたいんだったら歯にお金をかけないと厳しいですよ。なぜなら容姿のレベルが高い女っていうのはめちゃめちゃ見た目にお金をかけてるんで、歯も当たり前に綺麗ですし、デートする相手の男の歯もめちゃめちゃ見てるから、あなたの歯が汚ければこいつ美意識低いな、私に相当しない男だわと相手にされず損切りされます。なので外見において恋活において歯っていうのはすごく重要なんです。具体的に何をすればいいかっていうと、毎日の歯のケア、歯並びが悪い人は歯列矯正、歯が汚れてる人は定期的なクリーニングとホワイトニングです。毎日の歯のケアとしては歯ブラシを使った歯磨きと舌磨き専用ブラシでの舌磨き、フロスを使って歯の間の歯垢取り、この3つです。歯磨きはねほとんどの人がやってると思うんですが、舌磨きとフロスはやってない人が非常に多いです。正直これらをちゃんとやってない人っていうのは口の中にうんこを入れて喋ってるのと同じくらい口が臭いです。周りの人は気を使ってあなたの口が臭いというのは指摘しませんが、本当はめっちゃ臭いと思われてます。というか自分の口は臭いんだとそう思って生きるぐらいがちょうどいいです。その方が気をつけますからね。とにかく臭い口では女は口説けませんので、めんどくさがらずちゃんとやってください。まず歯のケアで重要なのが歯磨きとフロスの順番なんですが、フロスを先にやってその後に歯磨きをやるようにしてください。なぜならフロスを先にやった方が効果的に大幅に歯の汚れを取れるからです。2018年に行われた歯周病の研究結果では、フロスを先に行いその次に歯ブラシを使
った歯磨きを行ったグループの歯の汚れが大幅に減少したという研究結果があります。なのでフロスをしっかりやってから歯磨きをするようにしてください。フロスのやり方なんですが、まず使うフロスはこのフロアフロスを使うようにしてください。このフロアフロスは1本の糸タイプのフロスで、歯医者さんとかでも使うものなんですが、384本もの繊維が歯の汚れを巻き取り、めちゃくちゃ歯垢が取れて群を抜いた口内の洗浄効果があります。1本の糸のフロスなんでちょっと使い方が特殊なんですが、フロアフロス使い方と YouTube で調べると使い方が出てくるので、そこで使い方を学び使いましょう。このフロアフロスでのフロスをしっかりやったら、次は歯磨きです。歯磨きは奥歯、前歯、歯の裏、隅々まで一本一本磨くようにしましょう。特に奥歯や歯の裏側は歯垢が溜まりやすく匂いを発しやすいので、しっかりと磨きましょう。最後に仕上げの舌磨きと口臭ケアのリステリンをします。口臭の原因のほとんどは舌の汚れだと言われているので、舌の色が元の赤色になるまで舌磨きで磨きましょう。舌の色が白かったり汚れていたりする人は高確率で口が臭いです。元の赤色になるまで舌を磨いて、最後にリステリンなどのうがい薬を10秒間ぐらいぐじゅぐじゅして、毎日の口内ケアが完了です。このフロスと歯磨き、舌磨き、うがいを毎日ちゃんとやって、やっと口臭がゼロになります。これらをやってない人っていうのは確実に口がうんち臭いので、今僕が言ったことをちゃんとやるようにしてください。歯のケアはこんな感じで、次は歯並び。歯並びが悪い人はもう何も考えずにローンを組んでもいいので、歯列矯正をやるようにしてください。歯並びは見た目の良さにめちゃくちゃ影響しますし、それによって自信を持って笑えなかったり、噛み合わせが悪いと歯周病や虫歯の原因にもなり、健康被害もめちゃくちゃ大きいです。なので歯列矯正は歯の治療の中でも高額ですが、絶対にやるべきです。歯列矯正は出っ歯や受け口、デコボコの前歯などの不正咬合と呼ばれる歯並びや噛み合わせを矯正装置で綺麗な歯並びに揃えていく治療で、これによって前に出ていた口は引っ込み、歯並びが良くなることでかなり見た目が良くなりますし、虫歯や歯周病のリスクも減ります。また機能面で見ると、噛み合わせが良くなることによって発音が良くなったり、歯の負担が減り、顎の負担も減少しますので、そういった面でも矯正はやるべきですね。歯がガタガタなやつは清潔感がなく本当にモテません。女にこの人美意識低いな、歯にお金を使えなくて貧乏なんだなと思われます。矯正の相場は10万円から150万円ほどして、かなり高額な治療ですが、歯は恋愛面でも健康面でも長い人生を生きていく上でとても大切なものなんで、しっかり治療していきましょう。あとはホワイトニング。ホワイトニングは黄ばんでしまった歯を薬剤や機械のレーザーによって白くするものです。普段ケアを何もせずに生活していると、食べ物や飲み物によって自然に歯が黄色くなっていってしまい、見た目が超汚いです。歯が黄色いと女とデートをする上で超不利で、デートで相手があなたの笑顔を見た時に、うわ歯汚な、こんな汚い口とキスしたくないんだけどと思われてしまいます。歯が黄色いというのは女からするとかなりの減点対象なので、ホワイトニングもしっかりして歯を白くすべきです。歯並びが綺麗で歯が白ければ、それだけでめちゃくちゃ清潔感が出ますので、女の子を口説くのもイージーになります。ホワイトニングはオフィスホワイトニングとホームホワイトニングというものがあります。オフィスホワイトニングはクリニックで薬剤を塗ってもらい、ホワイトニングのマシンでレーザーを当て歯を白くするものです。価格は1万円から2万円で、これをやると1回で黄色かった歯がだいぶ白くなります。このオフィスホワイトニングで白くした歯を、次はホームホワイトニングをやり、さらに白さを継続させていきます。ホームホワイトニングはクリニックで作ったマウスピースに専用の薬剤を自分で塗り、家で歯を白くしていくことができます。ホームホワイトニングの薬剤はオーパルエッセンスの 20%、 これを使うとめちゃくちゃ白くなります。オーパルエッセンスでのホームホワイトニングを1週間毎日やるのを1ヶ月に1回やるといいです。1ヶ月か2ヶ月に1回オフィスホワイトニングとクリーニングをして、その後はホームホワイトニングで歯の白さを継続させていく。これが一番歯が白くなります。なのでこれを見ているあなたは、まず Google でホワイトニングと調べて、ホワイトニングに力を入れている歯医者やホワイトニング専門のクリニックでオフィスホワイトニングをしてください。その後は自分の方のマウスピースを作り、薬剤も買ってホームホワイトニングをしていきましょう。毎日の歯のケア、歯並びが悪い人は歯列矯正、そしてホワイトニング、これを徹底してやっていきましょう。風俗や AV、 無駄な飲み代、モテる効果がないブランド物にお金をかけるんじゃなくて、自分の美に一生使っていく自分の体にお金を投資すべきです。歯に自分の美意識、経済力の有無というのが出ますので、それを女の子にアピールしたいなら歯をきれいにしましょう。歯は最高のジュエリーです。次は眉毛。眉毛はめちゃめちゃ人の印象を変えます。こちらの画像をご覧ください。眉毛を整えるだけで全く印象が違いますよね。眉毛だけでもちゃんと整えるだけで一気に垢抜けることができます。眉毛が綺麗なだけで、あ、この人は見た目に気を使ってる人だなと間違いなく女に思われるので、明らかに好印象です。これだけかっこよくなれるものをやってないのに恋愛がうまくいかないなんて言ってるのは、はっきり言ってやることをやってません。なので眉毛を整えてない人は必ずやってください。ただこの眉毛、自分でカミソリで整えるんではなくて、眉毛サロンでプロにやってもらってください。自分でやるのとプロにやってもらうのでは全く仕上がりが違います。渋谷眉毛サロン、池袋眉毛サロンなどと調べると、たくさんメンズ専門の眉毛サロンが出てきます。そこでレビューの評価が高いところでやるようにしてください。そして眉毛サロンよりもおすすめなのが眉毛のアートメイクです。眉毛アートは眉毛にタトゥーと同じ原理で、直接肌に色を入れて半永久的に眉毛の形を整える手術です。これははっきり言ってめちゃくちゃいいです。半永久的に眉毛の形が綺麗になり、手入れも一気に楽になります。僕ももちろんやっています。
。なので眉毛に関してはできればアートメイクでやっちゃった方がいいです。ただネックなのが価格で、日本だと7万円から15万円ほどするので、そこだけですね。この価格でも全然やる価値ありです。なんでもっと早くやらなかったんだろうと今では後悔します。次はエラボトックス。これも素晴らしいです。ボトックスというのは薬剤を筋肉に注入することで麻痺させ、筋肉の収縮を弱めるものです。そのボトックスをエラに打つのがエラボトックスです。こちらの画像をご覧ください。これは両方とも僕なんですが、エラボトックスを打つ前の動画とエラボトックスを打った後の動画です。全く顔の大きさと顎周りのスリムさが違いますよね。エラにボトックスを打つことによって、噛む時に使うエラの筋肉の収縮を弱め、肥大化を阻止してくれます。その結果顎周りの余分な肉がなくなり、小顔になりかっこよくなります。このエラボトックスも全男におすすめできる施術ですね。男も顎周りがスッキリしていて小顔の方がモテるに決まってます。エラボトックスは1回でも十分効果があるんですが、定期的に打つことによって効果が持続します。次はダーマペン、ポテンツァ。ダーマペンとは髪の毛よりさらに細い超極細針で、肌の表面に小さな穴を一時的に作り、肌の回復力を向上させる治療で、ニキビや毛穴、シワなどを改善する効果がある施術です。肌が汚くて自分に自信が持てないという男は多いと思いますが、そういう人もこのダーマペンを活用することで改善することができます。肌の綺麗さというのは外部のウイルスに負けないいい遺伝子を持っているという証拠なので、そのままモテに直結しますから非常に大事です。そのダーマペンの施術の中でも最も効果が高いのがポテンツァというダーマペンです。これはダーマペンの進化版と言われています。針先から高周波の熱エネルギーを照射できるのが特徴で、また症状別の多彩なチップを搭載し、針を刺す深さやパルス幅、熱量などを設定できるため、肌質改善において高い効果を得られるというものです。なのでニキビ跡が気になる、毛穴が気になる、肌のシワが気になるという肌トラブルを抱えている方はこのポテンツァにトライしてみてください。最後は顔周りの脱毛。顔周りの脱毛は清潔感がない青ひげや毛穴をなくし、肌をきれいにする効果があるのでとてもおすすめです。最近ではね、脱毛をやってる男性は非常に多いと思いますけど、この脱毛ノウハウもね、知らない人が多すぎます。この脱毛ノウハウっていうのも知らないとマジで多大な時間とお金を無駄にすることになりますから、ちゃんと聞くようにしてください。まず脱毛というのはエステ脱毛と医療脱毛に分かれます。簡単に違いを言うと、エステ脱毛というのは毛穴に光を照射して毛の成長を抑制するもので、これは何も資格を持っていないエステティシャンでも施術可能です。医療脱毛というのは毛穴に強力なレーザー光線を照射し、毛根を破壊して毛を半永久的に生えてこさせなくするもので、これは医療免許を持った人じゃないと施術ができません。エステ脱毛では毛が生えるのを抑えるだけで効果が非常に低く、医療脱毛は強力なレーザーを使い毛根を破壊するので、本当の意味で脱毛ができるわけですね。広告に出てくる脱毛なんかのほとんどは出力が低い機械を使ったエステ脱毛です。なので脱毛するときは必ず医療脱毛を選択しなければいけません。その医療脱毛の中でもジェントルマックスプロという機械を使った医療脱毛をするのが一番効果があります。このジェントルマックスプロは最先端の脱毛機で、医療脱毛の中で最も効果が期待できるものです。ただ日本でこの機械を取り扱っているところはまだ多くはないので、適当に医療脱毛をしに行ってもこのジェントルマックスプロでやってくれません。なのでジェントルマックスプロを取り扱っているクリニックかどうかを調べて、ジェントルマックスプロで医療脱毛をするのが一番脱毛で効果があります。これは実際に僕が身を切って得た情報なので確かです。同じ医療脱毛でも全く効果が違います。こういったノウハウを持ってない人っていうのは広告やお店の可愛いお姉さんに騙されてエステ脱毛で高額な契約をし、全く効果が出ないなんてことを繰り返し、要はカモにされてるわけです。これは時間もお金もめちゃくちゃもったいないですからね。脱毛は医療脱毛でジェントルマックスプロというのを頭に入れといてください。脱毛する箇所なんですが、はっきり言って顔周りで十分です。なぜなら腕や足、陰毛がツルツルだからといって特にモテる効果はないからです。費用対効果が低いんですね。費用がかかる割に得られるメリットというのが少ないということです。脱毛は高額なので、とりあえずは顔周りだけで十分です。少し長くなりましたが、ここまでのノウハウをしっかり頭に入れて美容整形、美容治療をすることで着実にあなたはかっこよくなります。僕も実際にかっこよくなりましたし、恋トレ大学の生徒たちもこの情報を得て行動し、実際に垢抜けしまくって女を抱きまくってます。見た目を良くすれば良くするほどあなたの恋愛というのは非常に有利になりますので、一つずつ実行しててください。ということで、いかがだったでしょうか。最上級の男磨き5選というお話でした。そして2万人以上の方が登録してくれているこちらの公式 LINE では、僕がブスでコミュ障の恋愛初心者からたった1年で300人以上の美女と関係を持つことができた恋愛手法、これまで僕が指導した2000人以上の恋トレ大学の生徒たちが彼女やセフレを作った方法を配信していて、恋活を継続できてやりきれる環境を用意しています。そして公式 LINE 登録者2万人、 YouTube 登録者3万人突破を記念して、作成費用500万円以上、作成期間1年、チャンネル開設から約2年の努力の結晶を元に制作した動画教材、恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 を無料でプレゼントしています。約5時間を超える動画教材で、文字数にすると約15万字のボリュームの男の恋愛の全てを攻略した動画になっております。プレゼントの内容は、彼女セフレを量産する恋トレ式ルーティン、
唯一無二のモテ用になるためのマインドセット、簡単にシックスパックを実現させる食事、筋トレ法。 99% の男が勘違いしている清潔感、待ち合わせた瞬間に食いつきを上げるファッション、9割が知らない本当にモテる男の髪型、薄毛を改善する裏技、人生を変えるメンズ美容整形ノウハウ、劇的に肌質を改善する美容治療ノウハウ、女との出会いを量産する方法、マッチングアプリ攻略法 2.0、 ストリートナンパ得のロードマップ、女の食いつきを上げる LINE 手法、デートを成功に導く店の選び方、最短でお持ち帰りを実現するデートの台本、会話を盛り上げる極秘会話術、セックスを確定させる魅惑のボディタッチ、女を釘付けにするデート中の所作振る舞い、自動的にホテルインを実現するお持ち帰り方法、女を沼らせるセックスの仕方、長く関係を継続させる方法、女を猛烈に依存させる犯罪級恋愛テクニック、これら19個の特典を無料でプレゼントしています。恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 の教材を無料で受け取って、人生を変えたい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今すぐこの動画下の概要欄の方から公式 LINE を追加してプレゼントを受け取ってください。この教材以外にも僕の公式 LINE ではこのような突発的なプレゼント企画や恋トレ大学生徒の実績、表では公表できない極秘恋愛テクを発信しているメルマガやブログも僕の公式 LINE から閲覧することができますので、ぜひ今のうちに公式 LINE を追加しておいてください。すべて完全無料です。ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったとそう思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。次回も役に立つ恋愛スキルを配信してきますので、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。